Hello everyone, I'm Taka.Hi, I'm c o r i n a はい、今回も、えー、日本人にとって聞きにくい、話しにくい英語の特集、えー、4月の分、えー、ですね。行、えー、きましょう。Okay, Corina, <Yes. S 1>、uh, are you ready?Yes!I <All> bought a tube of toothpaste.I bought a tube of toothpaste.I bought a tube of toothpaste.I bought a tube of toothpaste.

<laughs> ここ多分一本で。1> 1本もし皆さんあの僕らが間違ってたら後から教えてください。<laughs> とりあえず一つ。まあ一つが一番いいね。<laughs> It's the best, I think. うん。なるほど。コリナここはもう聞いててわかったわ。多分アッティーヴァブっていうとこかな。うん。コリナこれなんだっけ。うん。どう聞こえるってレッスン中ではどこ,こは難しい。全部ですね。 A tube toothpaste of 慣れてなないかあと、Tube の発音は地域によるけど、私の西海岸は Tube。Tube tube じゃなくて Tube。Tube だ。数字の Tube みたいな。Tube。Tube of Toothpaste。じゃあ、East Side は more like tube 多分そうですね。たぶね。そして Tube of Toothpaste。Tube of つながるんだね。Tube of. チュ <Tube of. S 1> ーブはチュ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 ーくはチューブはチュもブはチューブはチューブは toothpaste。わあこれはチューブ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  o チ t o ブはチューブはチューブはチュ t も聞きにーかったですね。b チューブはチューブはチューブは b ュー o はチューブ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 はそしてそうですね t はチュ o ブ toothpaste toothpaste の 数え方は tube ですね。なるほど。ということは toothpaste っていう単語自体は数えられない名詞だから、うん、数えるとしたらあのまあまるであの a piece of cake とか歯磨き粉の場合は a tube of っていうこう、うん、一本のっていつけたやっぱつけるわけです。そうだね。まああとは I bought some toothpaste とか言うかもしれないですね。でも、ね、数えようとしたら tube of ですね。うん、これ今これちなみにその。 何はみは歯ミガきこう二本の場合ちょっと言ってみて。うん、I bought two tubes of toothpaste。うわ Two tubes of toothpaste。Two tubes of toothpaste。<laughs> そうですね。この「2」は私の発音では、「2 tubes of toothpaste、うん。」。「2 tubes of toothpaste two。」。そうだね。「2 tubes of toothpaste <ー>。」。「2 tubes of toothpaste。」。 なるほどもしこれで動詞に to って入ってくるのあるかなあれはか、I、took か <laughs> I, ?I took two tubes of t o o t h p a s t e 2 0 <laughs> 0 <laughs> んなみたいな。Tubes ですね。to の場合は S もつけるのでちょっとだけ変わります。なるほど。いや、これはめっこれはこれは日常会話で、うんうん、めったにでも 例えばさ、u b ーブ f フていうのはね、トゥースペースのほかに。ああ、すっごい少ないかもしれないですね、チューブ。アチューブオフ。マヨネーズああ、マヨネーズは bottle かな。あれ、bottle なのうん。でも日本と違うと。アジャーだね、アメリカは。アジャー。アジャーオフ n ヨネーズ。ア jar っていうのは、日本語で言うと瓶。うん、きっとそう。なるほど、f ジャー o n マヨネーズ。うん。 なるほど。チューブはね、あの、わさびとか、あの、でも、あれも日本だもんね。そうだね。チューブはたまにこういうのりとか、チューブブグルー。グルーね。あ、チューブグルー。なるほど。あ、そんなもんか。ケチャップもじゃ。うんケチャップはバトルかな。バトルオブケチャップ。 そっか日本のとやっぱり違うんだね。なるほど、面白い。これも文化の違いもこう含んでいるところだねうん。チューブは多分トゥースペースぐらいかな。そっか。じゃあね、みんながチューブ使うとしたら、ね、チューブトゥースペース。ああ、いまだに言えないな。練習するわ。<laughs> これのそしたらこれに似てる分ちょっと言ってもらっていいはい。She bought a bottle of milk.She bought a bottle of milk.

あのどうしても数えたい時は、うん、ねあのミルクの場合はバトルとかカーテンとかあカーテン、うん、カーテンカーテンっていうのはあの紙のパックみたいなやつですかうんそうそうそうあれちなみにさ紙のパックってアメリカの牛乳のパックって日本より大きいでしょうんあの大きいのがワンカーテン ああ、uh, <The S 2> そうですね。カートンだね。カートン。ーでもカートンは小さいのでもカートンっていうね。Oh. 紙のパック自体はカートンかな。So、how about c i g a r e t は e ーテ i g ーテン t カーテン。カはカーテン。カーテンはカーテン。カーテンはカーテン。カーテ h はカーテン。カカーン。カーテンはカーはだね、きっとうん。なるほど。でも、カーテン o カーテンは結構いっぱいあるね、さっきも言ったように。う ボトルは多いかもしれないですね。ボトルのジュース。うん、ボトルのワイン。うん、ボトルのワ,、うん、ワールド、うん。それは、ね、もう一個もこれで行ってみようか。Okay。Please buy me a loaf of bread. Please buy me a loaf of bread. Please buy me a loaf of bread. この「loaf of bread」。これは。 食パンの,あの長いやつだよね、うん、確かね。確かまあ,あのフランスパンもよ,よくローフのようにかあの買いますね。まだ切ってないパンだったらローフですね。パン一個でいいんだわ。一応この辞書では、うん、この実際さ、あ、ローフオブレードのローフって結構使うあ、ローフオブレード、ローフ、ミートローフっていうミートローフ。<ん> Meat っていう料理もあってミートローフはカタカナでもあれは何肉一塊みたいな感じミートローフじゃあそのローフなんだこれうんそうだねでもローフはほとんどブレッドかなローフブレッド要するにパン一塊みたいな大きいサイズのやつだねなるほどでローフの面白いところは 複数になるとにほど。まるで狼だ wolf ォーフ。ウォーフとウォーフ。はい。リ a フとリーフ。ナイフもそうだね。ナイフ、ナイフ。そうねそういう感じ buy ー e two l o a v e ズ of bread two loaves of bread それはにくいと思います loaves ー f bread これがここのね。フの発音、ロー f のフ。そしてオ f のフ。そしてブレッドはビーレッこの F の発音と V の発音と B の発音なんだけど、うん、特に F と V は僕もそうだけど多分日本の学校とかでもそうかもしれないけど下唇を軽く噛むみたいなふうに習うんだけどこれ違うね。うん、違うね下唇を軽く噛むんじゃなく歯をまっすぐこう下唇の奥側につける感じだ。 噛むんじゃなくて、うん、love love love of bread love of bread あ、俺上手になった <laughs> よかったこれはレッスン中に生徒に教えよう、うん、ね love of bread うん F の発音と V の発音下唇を噛むんじゃないっていうことをこれちょっと今度教えますので OK そしたらこれな、ね、一個目のね、うん、a tube of a bottle of a l o v e of っていうやつだね。うん、これについては大丈夫かな。うんうんこういう数え方がちょっと面白いと思います。うん、なので、うん、ね結構皆さん a piece of a slice of、うん、あるいは a glass of とか a cup of はみんな知ってるけど、うん、a tube of a bottle of a l o v e of っていうのを今回ちょっとね覚えたということで。うん